ボータンと申します。ご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると、嬉しいです。出陣武将と装備、道具の一覧は、概要欄もご確認ください。敵の初期布陣は、南西、南、中央の3つに分かれてます。南西が阿蘇沼、南が平賀博介、中央が平賀高安。味方は、北西に、本陣、中央に枝、北東に山の内。敵は、東の平賀高安は戦う気満々です。南西の阿蘇沼と南の平賀博介は、高本が隣接すると仲間になります。味方は、枝葉雨子の本体が来ると敵に裏切ります。山の内は、元就が隣接すると仲間になります。元就葉山の内を味方にするので北東に移動。高本は、阿蘇沼と平賀博介を仲間にするので南へ移動。それ以外のメンバーは、騎兵と弓騎兵は、一部隊ずつは元就に同伴。一部隊ずつ以外は南へ。国富は、東の鉱山でアイテムを回収。忍者は、南に2部隊、東に1部隊。平蔵は南に移動。1ターン目は、出陣スペースが狭いので無理して全軍を出陣しません。敵は、こちらが近づくまで全く動きません。味方の枝と山の内も全く動きません。南西に向かう部隊を騎兵が多めにするのは、移動距離が長くなるからです。斉藤は北東へ向かいます。移動しながら、途中にある村や町によりアイテムを入手。国富は、東の3つの鉱山で、アイテムを回収が完了。味方は、軍滅家2人と、槍兵2人と2打を出陣。出陣できない武将が増えてきました。国富は元就軍団に合流。忍者と山賊は先行して村で戦利品を入手。軍滅家2人、槍兵2人、2打の徒歩軍団は元就を追って北東へ。徒歩軍団はあまり移動が必要でない北東へ。南西は平蔵が敵に近づけますが、単独で突っ込むと倒されるので移動を自重。後続を待ちます。ランが、町で、職人の野間を仲間にしました。この町だけは、必ず立ち寄った方がいいです。しかし、味方だけが移動を繰り返すのは、静寂が不気味です。南西は、だいぶ敵に近づいてきました。山に置いた兵蔵が敵に狙われます。これは敵三部隊を釣り出した感じです。南西は攻撃範囲が広い貫槍を生かして敵の突出した三部隊を倒します。
艦槍は強すぎです。敵が装備すると厄介ですね。元就は中央の運が上がる神社に向かわせたいですが、戦局を考えると枝に張り付かせた方がいいです。中央の神社は席を向かわせます。今後も単独行動が多そうなので運を上げて回避率を上げたい。南西は無理して突っ込まずに少し前進して敵をおびき寄せます。騎馬が馬止めで不動になりました。まだ回復アイテムがないので自然回復を待ちます。南西は高本で倒せるときは高本で倒し優先してレベルアップさせます。北東は蘭は3つある村を目指して移動します。他の部隊は枝の裏切りに備えて枝の軍勢を攻撃できる位置で待機。関ヶ中央の神社で運を5アップ。南西、はあ、ソヌマ以外の敵を全滅。高本以外は東へ向かい平賀博介の部下を倒します。蘭は村でアイテムを入手。高本をアソヌマに隣接させて仲間にできました。あ、ソヌマ派生に降伏するのではなく毛利に降伏すると竹中半兵衛みたいなことを言います。関ヶ神社から一歩北の隠し財宝を発見。南西は野尻で阿蘇沼本陣の南の2つの蔵でアイテムを入手。北東はダブル軍目付けシステムの守備効果を全員が受けれる位置に移動。北東は移動が完了したので枝が裏切るまで待機。野尻が2つ目の蔵でアイテムを入手。蘭も村でアイテムを入手。北東は暇です。早く尼子が来ないかな。尼子は味方が平賀博介の陣に近づくと現れます。蘭が3つ目の村でアイテムを入手。南西は野尻が早足を使い村でアイテムを入手。平蔵は耐久の回復のため村で待機してます。高本軍団は平賀博介軍と交戦開始。北東は軍目付けで昨伝授で経験値稼ぎすればよかったです。蘭もそろそろ尼子が来そうなので元就軍団に合流。南西は元春が武芸者の太刀の舞の喰らいました。元春の耐久は赤になってたので太刀の舞をもう一客受けてたら退却でした。元春はアイテムで自分の耐久を回復。危険な武芸者を撃破。耐久が回復した平蔵も東へ。また武芸者の舞の太刀が来ます。今回は2連続でした。最大5連続なので脅威です。太刀の舞を受けた部隊をアイテムで耐久を回復。南は平賀博介軍団を拾う助以外の部隊を全滅。高
中本以外は北上し、平賀、高安軍を攻撃しに移動。北東部隊は穴子軍を待ちくたびれてます。高本を平賀広助に隣接して仲間にします。ここで関の手下が現れ、穴子襲来かと思いきや、高本に子供ができて元就がじい様になりました。やっぱり穴子軍も登場。速攻で枝が裏切ります。やっと元就本体の出番です。我慢してた鬱憤を枝軍にぶつけます。軍滅家に隣接してると守備と命中がアップ、元就に隣接してると攻撃がアップ。元就で枝を速攻で倒しました。軍滅家は昨伝授で経験値稼ぎ、二打は回復で経験値稼ぎ、二打のクラスアップを忘れてます。南の部隊は平蔵と野尻を東のアイテム回収へ向かわせます。穴子軍の一部が山の内を攻めます。山の内が倒される前に元就を隣接させ仲間にしたい。元就軍団はまずは枝軍の残党を倒します。これで枝軍を全滅。次は北東の山の内軍の救出へ向かいます。中央の高志元軍団も平方高安軍と交戦開始。平蔵は鉱山でアイテムを回収。元就軍団葉山の内軍へ移動を急ぎます。中央の平賀軍には砲兵がいます。こんな田舎の小勢力がこの時代に砲兵を持ってるとは。騎馬軍団は関槍と重藤大級の広い攻撃範囲を生かし、どんどん敵を倒します。野尻は早足を使って南東の村でアイテムを入手。北東は元就が二重差しで穴子軍を攻撃。他の部隊も続き穴子軍を倒します。騎馬隊は移動力が高いのでやはり便利で強い。敵は山賊が攻撃してきますが、山林でないので弱い。野尻が村の十字の真ん中の隠し財宝を発見。槍騎兵は二重差しを使えるとさらに強い。北東も順調に敵部隊を撃破。軍滅家は昨伝授で経験値稼ぎ、野尻は村でアイテムを入手。これで平方高安軍を全滅。高本軍団も北東の尼子本体へ向かいます。山の内を攻めていた敵部隊も残り3体。これで守れそうです。北東の部隊のいくつかは尼子本体の攻撃に備えて村の周囲で待機させます。you
これで山の内軍の近くの敵は残り1部隊。平蔵は東の鉱山のアイテムを回収したので、日高郡の近くの蔵でアイテムを回収。野尻は村でアイテムを入手。北東は元就が山の内に隣接し仲間にできました。山の内軍を攻めてた尼子軍も元就が全滅。これで残すは尼子春久の本隊だけです。高本軍団も尼子本隊に急いで向かいます。野尻は南東の4つの村でアイテムを入手。これで任務完了。平蔵も2つの蔵の戦利品を入手し任務終了。山の内を操作可能なのですが、装備も道具も持たせてないので城で待機させます。しかし尼子本隊は攻めてこないですね。仕方ないので少し尼子本隊に近寄りおびき寄せます。高本軍団も接近してます。尼子本隊がつられて攻めてきました。尼子本隊は数が多く密集してるので牙の二重刺しが有効。斉藤も剣を振るいます。全軍を少し前進しダブル軍目付けシステムで守ります。敵は斉藤を狙ってきます。武芸者は守備が低いみたいです。ダブル軍目付けシステムのおかげで倒されることはないです。騎兵の二重刺しでどんどん敵を撃破。槍兵は盾役にしたりアイテムで回復したりします。元就の二重刺しが炸裂。斉藤が敵を撃破。高本軍団も南から尼子本隊を攻撃開始。良いタイミングで合流できました。尼子本隊は残り5部隊、あっという間に溶けました。これで残り3部隊。元就を春久に隣接させると会話が発生。降伏しろとか大元総合を吐くなとか、どっちのセリフでしょうか。他の部隊で春久を倒せるのですが、元就でとどめを刺します。
天子春久を撃破、これで勝利です。場面は初の大友家。大友宗麟と大内義長は兄弟です。みんなが大好き最国ナンバーワンの立花洞説も登場。大友家臣は義長が末に利用されることを心配してます。義長の大内の当主になる決意は固く、宗麟も説得を諦めます。末はみんなの前ではっきりと義長を傀儡と位置づけます。義長が到着。義長が顔ぐらも言動も立派なのに驚きました。末は元就との対決の時が近づいていることを覚悟。末は良くも悪くも戦国武将らしいです。立派に思えた義長は反乱一つで大慌て。これが信長の野望での義長クオリティです。場面は清須の信長へ。有名な父の信秀の葬式の場面です。平手の G は出ませんでした。場面は吉田郡山へ。交戦中の義見と末の双方から援軍要請が来ます。前回のストーリーでは、末を擁護してた元春が一転して末を悪者扱い。史実では、義兄弟のちぎりを交わすほどの仲だったのに、どうしたのでしょうか。代わりに、高本が末を擁護します。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。